おー、ついにこの3体を並べる時がやってきました。はい、今回も見事に武装合体することができました。みなさんこんにちは、中小レゴブルズヒロギだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイタースーパーロボットの続きになります。前回の動画でこちらのメカドラゴンを組み立てました。このメカドラゴンの造形がすごくかっこよくて、配色もかっこよくてめちゃくちゃ良かったです。はい、今回の動画はこちらのジェット機を組み立てます。はい、スーパーロボットとメカドラゴンの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではジェット機を組み立てます。完成、ジェット機です。おー、このジェット機なんですけど、結構割と正統派デザインでめちゃめちゃかっこいいです。はい、全体はこのようになっています。今回のジェット機は赤色と黄色が基調になってます。はい、では近くで見ましょう。まずこちらがコックピットです。今回のコックピットは黄色のクリアパーツで再現されています。そして胴体はこのようになっていて、この赤色のラインがめちゃくちゃ綺麗です。そして翼の部分はこのようになっていて、翼の部分はパーツ少なめなんですけど、すごくよくできてます。はい、そして後ろから見るとこんな感じです。個人的に思ったんですけど、後ろのこの部分なんですけど、僕はねこれどう見ても変形型ロボのヘルメットに見えちゃうな形的にこれ頭部パーツでもおかしくないんじゃないかなって思います。横から見るとこんな感じで、厚さ的に最初に作ったスーパーロボットとほぼ一緒ですね。はい、それではこちらのジェット機の稼働範囲について説明します。ジェット機は羽の部分がこのように動きます。これ以外の稼働はありません。こんな感じで羽を広げて飛んでる姿を再現することができます。スーパーロボットとメカドラゴンがめちゃくちゃ動いたんですけど、今回ジェット機は羽だけしか動かないのが、ちょっとこれはまあしょうがないかなって思います。はい、それでは続いては大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。あ、なんか大きさ的にこのジェット機ミニフィグサイズっちゃサイズっぽいですね。ちょっと後で乗せてみようと思います。では続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。あ、これもなんかマリオが乗っても違和感ないかもしれない。これも後で乗せてみます。では続いてはスーパーロボットとメカドラゴンと並べるとこんな感じです。おー、ついにこの3体を並べる時がやってきました。スーパーロボットからメカドラゴンとジェット機に組み替えられるのすごいいいですよね。メカドラゴンとジェット機はスーパーロボットが変形した姿なんじゃないかなって思ってたんですけど、むしろジェット機とメカドラゴンが合体してスーパーロボットになったんじゃないかなって思います。はい、それではミニフィグを乗せてみます。あー、いけますね。はい、ミニフィグを乗せてみるとこんな感じです。おお、これはサイズ的にめちゃめちゃぴったりですね。あ、これレバーがあったらもう完璧ですね。いや、すごいな。じゃ続いてレゴマリオを乗せてみます。はい、レゴマリオを乗せてみるとこんな感じです。これも全然違和感ないですね。今レゴスーパーマリオでクッパジュニアクラウンあるんですけど、これでもいいかも今回のジェット機結構すごいな。はい、それではここからジェット機をスーパーロボットに合体させようと思います。前回のメカドラゴンの合体がすごい良かったので、今回もやります。ちなみに今回の合体もスーパーロボットにバラバラになったジェット機が合体する武装合体方式です。では合体させます。まずはスーパーロボットからです。まず頭部を取って、このパーツを取ります。そしてもう一回つけます。取り外したパーツをここにつけます。はい、これでスーパーロボットの準備は完了です。では続いてはジェット機です。まずウィングを外します。そしてこのパーツを取ります。続いてここのプレートパーツを取って、
このパーツを取ります。はい、これでジェット機の準備は完了です。では合体させましょう。まず一回スーパーロボットの右腕を取ります。ジェット機のこの部分にセットして、このプレートパーツをもう一回つけます。左腕を取って、拳とこのパーツを合体させて、ここに羽を取り付けます。でもう一回つけます。そして最後にこちらのパーツを頭部につければ、はい、完成！スーパーロボットジェット機武装状態です。はい、今回も見事に武装合体することができました。個人的に今回のジェット機自体がパーツ結構バラせれなかったので、本当はジェット機本体をサーフボードにしてウィングパーツを武器にしたかったんですけど、ちょっとこれじゃなんかなということで、今回は両腕の巨大武器にしました。で、今回は頭部に飾りをつけましたので、まああんま変わんないんですけど、印象もちょっと変わります。はい、グループと見回すとこんな感じで、ジェット機本体が右腕の巨大武器になるのがめちゃくちゃかっこいいです。左腕はこんな感じでジェット機のウィングがついてます。スーパーロボット自体の可動範囲があるので、こんな感じでダイナミックなポーズも決めることができます。ちなみにこれ台座がないとこうなっちゃいます。武器がでかいのでこんな感じのポーズもすごい決まります。メカドラゴンに続いてジェット機もこんな感じで合体できましたので、これはね絶対2個買いした方がいいと思います。いや本当にこれは素晴らしいです。はい、レゴクリエイタースーパーロボットジェット機はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタースーパーロボットのジェット機を組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたジェット機も完成度が高くてとても良かったです。まず今回のジェット機なんですけど、造形的に変形合体ロボにありそうなデザインをしていてめちゃくちゃ素晴らしかったです。まあレゴクリエイターの2個目3個目とかって1個目と比べて可動範囲少なかったりパーツ多く余ったりするので、まあこれはしょうがないかなって思いました。はい、今回の動画でレゴクリエイタースーパーロボットの3つの作品を組み立てました。今回3つ作って僕が良かったのはこちらのスーパーロボットです。はっきり言います、もう素晴らしかった。僕はレゴクリエイターのロボット系結構作ってきたんですけど、値段とコスパとかっこよさは間違いなくこのスーパーロボットが一番だと思います。1200円ですごい動くレゴロボが作れたり、あとはメカドラゴンやジェット機に組み替えられますので、これは本当にすごいおすすめできます。僕思ったんですけど、このレゴクリエイターは3つ買いして大正解でした。最初のスーパーロボットの動画にも言ったんですけど、次はこの3つを変形合体させて1体のロボにしたいと思います。今回のレゴクリエイタースーパーロボットは素晴らしかったです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。